こんにちは、竜宮城です。すっごい綺麗に太る天使のような。どうやったらそんな綺麗にかかるのぐらい。これ自分ねえのはず確かに確かに。デビューメンバー決定。0年0組アブちゃんの教室 Hulu 完全版全話独占配信を記念して YouTube 特別企画をやっていこうと思います。題してクイズ形式でメンバーのマル秘情報を暴露しろ、竜宮城7問7答。本日進行を務めさせていただきます、レイです。よろしくお願いします。本格的に活動が始まる前に我々竜宮城のことをよく知ってほしいなと思ってですね、そこでオーディションでは描かれなかった各メンバーの知られざる一面を丸裸にしていこうという企画となっております。暴露されますよ皆さん、全てのことが。そんな恥ずかしいレッサン裸になるの嫌かな。あ、暴露されるのが包んでるところ殻破っていきましょう。今日はそのバーッバーッとねやっていきましょう。つまり、メンバーのことをよく理解できている人ほど、有利なクイズの企画っていう風になっているんだけど、このクイズ形式っていうのが初めてだからすごい楽しみ。しかも竜宮城としてもね、こういう企画をやらせていただくのは初めてだから、すごい自信があるよね。これ優勝したら何かあるんですか。イタルさん何かあります。これその辺はもうちょうど決まってはね、ちょうどうまくそらした。素晴らしい。S とかもでもあれじゃない、オーディション中さ全員と同じチームになってると思うから自信あります。自信ある全員自信あるから、これはもちろん自信を持って楽しんでいきましょう。それでは7問7答スタートです。1問目はですね、イタルにまつわるクイズを出題していきます。いきましょう。イタルのテンションを上げる方法は何。じゃあそれでは皆さんお考えください。シンキングタイムスタートです。イタル君か。イタルがテンション高い時あんまないからね。あんまないよね。結構みんなでもペンが進んでる方なの。大人にやるんですよ。じゃあ一斉にいっちゃいましょうかね、はい、それでは一斉にフリップオープン。はいはいはい、じゃん。イタルさんもしっかりオープンしてるけど、ゆうきくんはとにかく褒める褒めれば褒めるほど自分もイタルって髪型結構ボブとか多いので、似てる女優さんとかに、めっちゃ可愛い似てるって言ったら、あ、なるほど、ここすっきり開けて鼻ならすぐポッと開けて確かに喜ばれる。確かに照れてるよね。そう、それがあったか、一番上がるかなって。確かに上がってるかも。ケントは僕とギューです。うわー、いつもイタル君からしてくれるのでテンション上がってくれるんじゃないのかな。あ、なるほど、自分とハグしてる時と。エスは自分はフリースタイルダンスで思った。いや僕もそれかなと思った。テンション上がってるから。あれちょっとどういう感じか説明して。やっぱりそのレッスン中の合間とか踊ってることがよくあって楽しそうだから、これかなっていう感じ。いや確かにテンション上がってるのかどうかは分かんないんだけど、上がって見えるよね僕たちからしたら。いやすごいノリノリでは、ノリノリではある。すごいノリノリでは。これなんかやってみます、フリースタイルダンス。うわ、これからなんかすごい嬉しいなと思う。一回ちょっと本当にやってみてほしいなって思うんですけど。結構上手ですからね。本当にうまい。
さあ、それではそれでは板谷さん、ちょこの中から最も近いメンバーを発表してください。お願いします。回答が最も近いのはケントです。基本結構明るいんで、そこから分けてもらってる感覚はあります。明るさをね、分けてもらってるぞ。なるほど。じゃあ、まあ、というわけでケントには1ポイント贈呈です。ありがとうございます。はい、続いてのクイズは S にまつわるクイズです。S が S、デジカラボーイ。クールな S の可愛いところは、可愛いところ、可愛いところ、S とケント結構仲いいイメージあるから。そうですね、ケントだいぶいいの出せる、はい、一緒にいることがやっぱり多いし、うん、ギューしたりしてるので。あ、そう、これとも、ね、テンション上がっちゃうけど。ギューが多いね、うん、期待してる、期待してるS 的にはさ、自分の度合いはどうなの？そう、クールと可愛いの度合いはどんくらいなの？ 99% クールかな。おー、なるほど。その 1% をじゃあ探っていかなきゃいけないけど、じゃあそれでは皆さんお考えください。はい、どっちが嬉しい？クールって言われるのと可愛いって言われるの？うちも嬉しいけど、ステージの時と普段の、うん、ああ、なるほどね。ステージの時はかっこいいって言われた方が嬉しい。クールね。普段の時は可愛い、ね、なんかギャップみたいな感じが。なるほど、いけてる、みんな大丈夫かな、はい、よし、それでは一斉にフリップオープン。よいしょ、バッ。はい、おー、なるほど。敬語はどう？ボケが滑るとずっと見てくる。あ、分かる確かに。あのね、ちょいちょい練習中とかすごい自分で一人でボケてるんだけど、うんうんうん、滑る時もあるし、誰にも見られないままそれが終わるって時もあるんだけど、うんうん、それを見つけると永遠に見つめてくるっていう。あのタイミングでの見つめてくるから可愛いなって。いや、確かにあの時可愛い。まあ、顔が赤くなっちゃうところ。赤くなっちゃう、どんな時に？結構、まあ、敬語は一緒によく滑ったり、滑り気質があって。滑り気質あるね、確かにで、その時よく顔が真っ赤になって、そこが可愛いなって思う。なるほど。キーホルダーをお揃いのを買ってくれるとか。うわ、知らないかもしれない。キーホルダーが欲しいねって言って、最初は飴についてくるやつみたいなのがランダムに入ってて、それで2人で当てようってなったんですけど、うん、それがなかなか当たらず、うん、S 君が買ってくれました。うわ、優しいお兄ちゃんだね、これも、はい、まあね、でギュってしてあげるんだ、はい、それでね。なるほど、どう、まあ、それでは S、 この中から最も近いメンバーを発表してください。 S、 これじゃないの？うわ、これ自分で言うのはず確かに確かに、俺黒可愛いとこ分かってんねみたいなこの中で一番近いのはイタルです。うわいや、確かにね、もうこれを見た時にこれだわって思ったもん。なるほど、まあでも確かに可愛いよね、顔赤くなってる時。かわ、思います、自分で可愛いなって。まあまあまあ自分で言っちゃう続いてのクイズはハルクにまつわるクイズ。おっ、ハルク、なんだ、どういう問題？じゃあ行きます。ハルクのマイペースすぎるエピソードは？うわ、絶対得意。楽、めっちゃ楽、めっちゃ楽、めっちゃ楽、いや、ないでしょ。何も考えてこなかったけど。本当？え、マイペースだとは 思ってない。言われるから思ったりするけど、そんな自覚は。自覚はない。してない。いや、でも本当にね、ずっと本当に結構マイペース。え、いきますよ。それでは全員一斉にフリップオープン。ダララーン。ダララーン。これ敬語もいたんで。これ一緒。ああ、なるほど。同じホテル泊まってて、うん、この二人が同じ、俺と敬語は同じ部屋で。うん、ハルクだけ一人だったんだけど俺ら二人が出てって、でマジで1時間ぐらい電話してもちょっと出てこなくて、うん、でもホテルの人がマスターキーで、そう、もうそんぐらいしないと起きてこないやばっていう感じだったから、うん、もうね、衝撃的だった。あれ、起きてこないな、電話10回ぐらいかけて起きないな。いや、朝が苦手ってこと？朝はもう本当に、もうなんかすっごい綺麗に天使のような、どうやったらそんな綺麗にかかるのぐらいだって、すごい、めっちゃ綺麗だったすごい、いつもバカでかい目覚ましで起きてるんで、うん、ちょっとスマホのやつじゃ起きれないと。あんなんじゃ、何してよ、相棒ね、相棒、あれすごい、あ、本当にあれすごい。で、次の時からケントと同じ部屋になって起きれる人とね、はい、ゆうきくんはホテルのチェックアウトの時
ワックスをしている。ワックスしてその大会で説明してほしい。いや、あれ本当に、はい、そのチェックアウト時間が、まあ、結構ギリギリで、うん、間に合わないってなって、その時僕とハルクがホテル一緒の部屋で、うん、で、まあ、隣にケイゴとS の部屋があって、ここ越しに行って下に返しに行こうってなった時に、うん、ハルクがいなかったんで、まあ、チェックアウトするでって扉開けたわけですよ、うん、そしたらうんって言いながらこっち見ながらここ見ながらワックスしてあれギリでした、ね、ギリでした、まあ、あれだね。じゃあ今度からハルクにはチェックアウトの時間を3時間前で伝えておいてそうしてみたらちょうどいいくらいかもしれないけど、うん、じゃあ、まあこれは、まあ、ハルクのマイペースさで言うとやっぱりこう起きれないというところから、S、ゆうき、けいごに、あ、1ポイントずつかな、全員。うわー、やったね、熱い。はい、続いてのクイズはケントにまつわるクイズです。はい、いきますよ。ケントのワイルドな一面は、シンキングタイムスタートです。本当にないかも。どっちかって可愛いなら一般だけど、可愛いは死ぬほどあるよ本当に。ワイルドな一面、最近そのやっぱ成長もしてきて、成長してきてかっこいいって言われることが多くなってます。やっぱりそれも嬉しいので、かっこいいって言われるのもね、はい、自分ではある、俺ワイルドだなって。うーん、あるあるんだじゃあそれでは一斉にフリップオープンうわはい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 、身長比べて、これちょっと説明してほしいんだけど、うん、この子今すごい成長期が、確かにもう1年でもうすっごい伸びて、ね、1年じゃないけど、そう半年ぐらいね、うん、イタルンとかね、いや、そう果敢に身長比べに行くってその精神今ちょうど同じくらいね2人、うん、ちょっと一回撮ってカメラに向かってお願いします。そろそろ危ないね、そろそろ危ないんだよね。しかも今日は同じ靴だからね。おセロミしてる、めちゃめちゃ浮いてる、やっちゃってる、やめてやめて、ちゃんとつけて、おいおちょっと押すなよ、ちょっと押すな、カミ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 。どうハルク審査員どうですかそれ。ここだけだったらまだイタルの方が、まだイタルか、後ろだけだったらそうみたいな感じ で髪型でパッと見だとケントの方が、パッと見ケント、果敢に挑んでいく姿が、挑んでいく姿がワイルドだなあと、まあ、いつか本当にゆうきくんにチャレンジする日が来るかもしれないから、いやそれ俺らも怖いよそれもうみんなだんだんこう上がっていくから、うん、じゃあハルク、もう寝癖ですね、うん、ちょっと大変あのワイルド寝泊まりしたんですよホテルで、ちょっとそしたら頭がなんか2倍になってますこれ写真出ます、これ写真出ます、ライオンみたいな人が出てきて、いや本当に。じゃあ続いてイタルさん、はい、もうこれちょっと言葉難しいんですけど、すぐ手が出ちゃう、おいちょっとやばい、説明だった伝説の、これはないぞ、結構多分オーディションを見ていただけたら分かるんですけど、うん、結構カットなるぞこれ悪いぞ、これ悪い結構やんちゃなところが多い、やんちゃなところがね、やんちゃボーイね。この人が苦手だなとかって思っちゃうと態度に出やすかったり昔はして。どんな感じだったんですか。なんかすごいやんちゃだったっていうか、やんちゃだったの、なんかすぐ怒ったら手出しちゃうとか。やっぱり山で今結構育っちゃう山で育っちゃう熊だから、熊になっちゃうところがワイルドかなと。ワイルドだね、確か。今はもう出ないってことだったんですか。いやもう出ないですよ、もう出ないってことだった。でも今の出そうになりましたなりました、なっちゃった、危なかったですはい、じゃあそれではケンティ5つの回答の中から最も近いメンバーを選んでください。イタルくんですかね2分で選んでいく、それまさかのワイルドではありました、ね、ワイルドだったか。パンチした後にはギューしてね、ちゃんとテンション上げてあげてください、イタルさんの。 A B C D E 背筋なんかいいなって思って写真撮っちゃいました。あーなるほど、消してくれ恥ずかしい。本当に寝ようって思った時あった、もう練習終わって帰ってきて、ハルクから自主練してる動画が送られてきて、それ見て僕も本当に震えて感動して、本当に感謝してますね。地獄へようこそ。生徒たちがデビューを目指すサバイバル学園オーディション。世間に認めてもらおうと思って生きてくったことは地獄の仕事です。
0年0組。